どうもー、フラゲしてきました、岸でーす。さあ、といったわけで、本日ね、2021年4月28日こちら、お正月ライブ DVD ブルーレイが発売になりました。早速ね、ご覧になった方もいるかと思うんですけれども、こちらのね、初回版通常版ともに、本日ね、見どころなど、ご紹介していけたらなと思っております。まあ、と言いましてもですね、私、まあ、お正月ね、配信を見た直後にライブの感想なんか細かい部分というのは動画でアップさせていただいたので、まあ、本日は、まあ、ざっくりと見どころなんかをちょっと皆さんと一緒に、おさらいできたらなと思っております。キッシーのハヤチャンネルで、まあ例のごとくね、2パターン出ておりまして、こちら初回版、こちらパッケージがすごい、もうめちゃくちゃインパクトありますね。お正月って書いてありますけれども、こちらが初回版となっておりまして、お正月の配信プラス、こちらね、初回特典映像としてクリスマス限定配信ライブ、クリスマスウィズ近畿キッズギフトセレクション2020が入っていると。いや、特典で入れるにはあまりにももったいないようなね、素晴らしいライブでしたので、近畿さんはだから去年のクリスマスとお正月と2部にね、分けてお届けしたので、そちらが、初回版の方に入っていると。そして通常版の方には、本編に加えてスペシャルリールとして、2曲ね、改めて歌い直しているといったものが入っております。ラジオの方でね、言ってましたけども、初回版のこのね、ジャケットの大正月、こちらは直筆で書かれたと。誰がとはおっしゃってなかったんですけれども、おそらく中さんが書かれたのかな。うん、でインパクトももちろんありますけども、ここをよく見てみると、なんとなくこう数字の2に見えなくもないですよね。狙ってやったのかな。うーん、ちょっと定かではないですけれどもね、2という数字はね、我々敏感でございますので。で、まあ、それに加えまして48ページのブックレットもね、この中に入っておりますので、映像プラスね、ブックレットもね、見ながら楽しめるといった内容でございますけれども、まあ、ざっと振り返ります。王将が僕なりにちょっとね、ポイントをいくつかまとめたので、ポイントをご紹介していきたいと思います。まず、オープニングから超久々に踊る剛くん見れます。これはね、もうね、突破性難聴になってから踊ってなかった剛くんがオープニングからというので、我々が痺れたといったところでございます。初めて見る方びっくり、ギター&ダンスの演出と。そうですね、もう2曲目からも剛くんがギターを弾いて浩市さんが踊るといった演出に入ってくるんですけどもね、見たことない方結構びっくりするんじゃないかなと思います。堂島氏もわちゃわちゃ、ゆるゆる MC と前祝い、まあ、通常ですと元旦にね、浩市さんの誕生日をお祝いしてるんですけども、収録が元旦より前ということで、まあ、それを踏まえてのお祝いの、まあね、いつものゆるい MC も入っているよといった、配信にも登場、ジャニー浩市と言ったことでございますけれども、まあ、テレビなんかでね、見たことあるあのジャニーさんのね、紛争も、今回見れると。続いて名曲や懐かしの曲がアコースティックアレンジやオーケストラアレンジになっていると。まあ、我々からするとね、すごく久しぶりに歌ってくれるような曲もあったり、したんですけれども、まあ、配信ならではのね、アコースティックブロック、オーケストラブロックみたいな感じでこう分けながら、撮っていったといったことですね。続いては近畿だからこそできる少年隊のカバー。昨年末ね、錦織さんと植草さんが退所されたということで、まあ、今回ね、リスペクトを込めて少年隊さんのカバーしてるんですけれども、まあ、近畿だからこそかなと、思います。最近の若手の子たちだと、やっぱ直属でね、歌ったりはしてないんですけども、近畿さん昔やっぱカバーとかしてましたので、思い入れがあるんだなというのが。そして、鏡餅とみかんと、いったことでございますが、まあ、僕の後ろの方にもね、ちらっと、ありますけれども。まあ、以上挙げた部分がね、僕の見どころかなと。まあ、ほとんどの方ね、配信見てると思いますけれども、DVD ご覧になる方もね、改めて、お楽しみいただければと思います。そして僕ね、配信の方ではこれ語ってないんですけれども、こちらのね、クリスマスの配信ライブ、こちらの方もね、取り上げていきたいと思うんですけれども、これね、思ったんですけど、クリスマスに配信って、まあ、初めてだったじゃないですか。で、瀬戸利の方が、まあ、ハーモニーオブディセンバー、スノースノースノー、銀色暗号、愛の塊、シンデレラクリスマスと。で、最後に、まあ、フラワーあるんですけれども、まあ、フラワーはね、ちょっとまた別でご紹介しますけども、冬の5曲、この5曲って、なんかこのディスクになったことで、もう永遠にクリスマス聴けんじゃないかなって僕思ってまして、今までそういうクリスマスソングとか、冬の歌だけで構成したってことはなかったので、この1枚は大事にしたですね。なんかずっと12月とか毎年聞けるんじゃないかなって思っております。永久保存版です。
そしてですね、最後フラワー、まあね、ご覧になってない方はなぜここにね夏っぽいソングフラワーが入っているのかと、思いでしょうけれども、まあ、番組の方でコラボした花咲徳栄高校の方々と、オーケストラでコラボをね、実現したといったことでございますけれども、あの、なんでしょうね、終始やっぱ涙が出そうになるのはこれは年なんでしょうか。お二人も言ってましたけど、若い方のエネルギーというか、なんかね、こうまっすぐな音が刺さるというか、下手な映画見るより全然泣けちゃうんですよね、これ本当に。確か配信だと曲割でフェードアウトだったと思うんですけど、最後あのお二人がねお話しする MC 部分っていうのが入っていたので、ちょっとね余韻も浸れたといったようなことでございます。そして通常版の方、スペシャルリールといたしましてアニバーサリーと、愛の塊が入っておりますが、発売の前のね情報ですとアニバーサリースペシャルアコースティックバージョンと書かれてたんですけれども、オリジナル音源でもなく20枚目アニバーサリーバージョンっていうあのピアノアレンジの方に僕は聞こえたんですけれども、どちらかというと聞き馴染みのあるような、アレンジで聞けたんじゃないかなと思います。そして愛の塊、まあ、表記こそございませんがちゃんと歌いましたバージョンというのが入ってるよというようなことでございましたが、ちゃんとしておりました今回は。僕のね背景にあるこちら、今度はこちらですね、愛の塊の時は本当はこちらで歌ってたんですけども、この2曲だけちゃんと衣装違ったんで2曲とも撮られたんだなというのはね分かりましたけれども、でこちら通常版の方にはまあ折りポスターというのがね封入になっておりまして、表面と裏面で、かっこいい近畿と面白い近畿楽しめますので、ぜひそちらもお楽しみください。さあ、そしてね特典の方が、今回 DVD ブルーレイどちらも買いますと、まあ、諸事情でねちょっと顔の方はあまり映せないんであれですけども、こちらの方にあるものが、今回のね初回特典でいただけるクリアファイルでございますけれども、あのグッズの時にこちらのみが、販売になっておりまして、なんでこっちのバージョンだけなんだろうっていうふうに思ってた方も結構多かったと思うんですけれども、まあ、特典でねこちらがもらえるといったことで、ついにこのコンプリート、ここまで計算し尽くされてたんですかね。まあ、よく言えばねカウントダウン TV スペシャルのねツリーもあったらいいなと思いますけれども、僕がね一個ちょっと期待してたのが、あの新しい時代の PVはどっかに入るんじゃないかなと思ってたんですけれども、あの昔の DVD みたくシークレットとかあるかなってちょっとね探したりしたんですけども、今回見つからず、なのでまあね次回とかまたどっかに入るタイミングがあるのかななんていうのをね期待しながら待ちたいと思います。さあといったわけでね、まあ、簡単ではございますが、まあ、見どころとかうんぬんより皆さん見ましょう。もうね、見たら楽しめる、それだけでございます。でまた新しくねいろいろ情報出ておりますね、光一さんのね6年ぶりのソロアルバムですとか、剛さんのね小切りが久しぶりに開催されるとか、いろいろね嬉しいニュースもございますので、皆さんまあこんなね情勢ではございますが、まあ、できる限りの範囲で皆さんと一緒にねこういったものを楽しんでいけたらと思っております。それではチャンネル登録と高評価の方ぜひよろしくお願いいたします。チャンネル登録と高評価、 Twitter、Instagram のフォローもよろしくね。